皆さんこんにちは、こんばんは。なにわのひね、なにわのひむろくです。いつもご視聴いただきありがとうございます。最後までぜひよろしくお願いします。今回はですね、ちょっと検証をやってみたいなと思いまして、視聴者の方からぜひやってほしいっていうお願いをいただいておりまして、その内容っていうのは、このバーサスで設定1256と何かしら設定をいじった時、リセットした時、そういった時になんとなくだけども、なんか流行ないか、当たり流行ないかっていうのを感じたことがある方って多いと思うんですよ。ホールでね、朝一勝負行って自分の台ずっとハマってて、結局据え置きやったんちゃうかっていう、でも明らかに朝から調子が良くて連チャンして、いきなり朝一から2000枚バッと出るとかってあれじゃないですか。あれって大体、その日もちろんね、その我々のただの予想になるんで、実際のところは分からないですけども、設定変更した時、何かしらの波が生まれるんじゃないかっていうような、そういった感覚っていうのは多分感じたことある方はいらっしゃると思うんですね。それをぜひこいつでちょっと試してみたいと思います。やり方としては 1,2,5,6 切り替えます。切り替えて100回転の中でいかにその設定の理論値に近づくのか、あるいはこう下になったり上になったりするのか、速い当たりはあるのか、こういったところをポイントとしてやっていきたいなと思っておりますんで、非常に興味深い面白い検証になると思います。はい、一遍これでやってみますんで、ぜひ最後までご覧ください。バカー、行ってきます。どうも。
Thank you.
お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。で今回はまあ設定1と設定2を10回設定の打ち替えですね、同一設定の打ち替え、そして100回転限定、まあ、朝一の状態ということですね。それをまあ検証してみました。で特に興味深かったのが設定2の挙動ですね。自分も過去にこれは56あるやろうと、いや6やろうと思う台で7300枚とかな、過去の動画のバンサリのチャンネルに消しましたけども、7600枚ぐらい出たのかな。あの時はもしかしたら6かもしれないですけど、それ以前にも4000枚5000枚って出してる時っていうのは、後日設定を売ってる人に答え合わせさせてもらった時に実は2でしたっていう答えが多かったんですよ。だからバーサスって、まあ、6がもちろん機械割りとかそういった話すればもちろん6が一番出るようには作られてるんでしょうけども、設定2って結構謎ですよね。花火でもこれ6あるんちゃうかっていう動きをしても結局7000回回したら設定2になるとかよくあることですし、設定2については何かこいつは闇を持ってるかもしれないですね。今回は設定1と設定2を10回リセットをかけて100ゲーム回す、合計1000ゲームですね、ほぼ1000ゲーム朝一検証ということでやっていきました。次回は設定56、はい、こちらの方を同じ条件で回してみて一体確率はどうなるのか、こちらを検証したいと思います。はい、というわけでお楽しみいただけましたでしょうか。またお会いしましょう。ありがとうございました。いつもありがとうございます。お疲れでした。ありがとうございました。